学問部学生支援課の岩本と申します。よろしくお願いいたします。徳島大学食の支援学生支援クーポンについてということでご説明させていただきます。次のお願いします。この食の支援に関する趣旨ですけれども、新型コロナウイルス感染症および昨今の物価高の影響により生活に困窮する学生に対して食の支援を行うことにより、学生の大学生活に関する経済的な負担を軽減し、安定的な学びの継続に資するということになっております。概要としましては、困窮学生に対し徳島大学生協で調理提供する食事等に利用できるクーポンの配布を行う。支援金額は1人4000円、1回400円のチケットの10枚続きという形で、支援をしております。この2行目の支援者多数の場合というところは、支援者がそこまで、今回、申請者が多くなかったので割愛させていただきます。今回が、実施しておりますのは前期分ということで、前期後期にまたがりまして、約2ヶ月間利用期間を設けて支援を実施するしようと思っております。次お願いします。この事業に関する財源ですけれども、日本学生支援機構の新型コロナウイルス感染症対策助成事業というものに応募しまして、金額100万円の満額の採択を受けております。それプラス徳島大学基金、こちらは企業および地域の方々からのご寄付をいただきました財源をですね、原資としまして、学生支援機構が100万円、徳島大学基金が150万円、合計250万円の財源をもとに、実施しております。申請方法は、学生から、が法務図によって申請を行っております。申請者数はこちらに、記載の通り約400名からの申請を受けております。留学生も含まれております。次お願いします。選考方法としましては、学生の申請理由に基づき、新型コロナウイルス感染症及び昨今の物価高の影響により困窮していることを確認し、対象者を決定しました。支援対象者は学部大学に合わせて349名で、こちらが、クーポンの日本となっております。申請の理由としましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト先の飲食店の経営不振が原因でシフトが減ってアルバイト収入が減少した、コロナ禍による業種の収入減少に伴い仕送り額も減少したため、満足な食事を取ることができないというような申請理由の一部分をご紹介します。次お願いします。このクーポンの利用者の声ですけれども、食費を切り詰めていたがきちんとした食事を取ることができた、値段を気にすることなく食事をしたいと思います。今回の支援のおかげで栄養バランスの取れた食事をすることができましたなどの多くの学生からですね、明るい声を聞くことができました。先ほど申しましたように、後期分の年度内の食の支援第2弾の実施を予定しております。さらに今後も政策に困窮する学生の継続的な支援を、実施してまいりたいと思っております。こちらの写真は提供の出作られたお弁当のところにこのクーポンを使って、購入されたという、お昼休み前でしたので、食堂でのちょっとまだ利用のところの写真は撮れておりませんけれども、このように利用していただいております。説明は以上となります。ありがとうございます。